どうもすいません今週は桜花賞阪神頻ステークスの予想の動画を上げたんですがこちらの方はニュージーランドトロフィーの予想の動画になります当日の朝になってしまい申し訳ありません、えー、素質の方これは僕が勝手につけた素質ランクです続きまして手広くこれはこの辺までは来る可能性あるかなっていう馬たちをコース出来奇襲いろんなことを考慮して強弱をつけた形になりますちょっと今回に関しては結構狙いたいようないい馬が多いんですけれども なんですけれどもどこかに不安を抱えている馬が多いのでなので本命に値する馬がいないっていうそういったような評価になりました続きまして印これは今回僕が絞って思い切って付けた印になりますちょっと先にアストラエンブレムを消した理由からいきますあの基本的にはレインボーラインの淡幅で行こうと思ってるんでアストラエンブレム関係ないんですけれども その遊びで生まれんで買うとしたら買う価値がないかなっていうふうに思って印をなくした形ですね別にその能力的に無印でいいっていう馬ではないんですけれどもちょっと人気しすぎなんでなので割に合わないかなっていうことでっていう感じですねもちろんその素質的にも B っていうふうに高い評価してますんでっていうところなんですが、まあ、それでアストラエンブレムっていう馬なんですけれども 僕はは本当はもっと期待してた馬なんですよ。素質的には A ランクぐらいあったかなっていうところなんですがあのー、未勝利戦とかあの辺走ってた時と比べると筋肉の質が落ちてきてるなっていうところがあってそれで僕は素質のランクを下げたみたいなところがありますね。まあ、よく言えばそのパワーがついてコロンとなってっていうふうに捉えることできるかもしれないんですけれどもなんですけれども。 この間についいてててはももっっと洗練されたたいい筋肉しててキレもあったんですよね。なんですけども今はそんなに切れる足がないというか、まあ、前走中距で逃げて勝った時なんかも昔のアストラエンブレムならもっと突き放していい瞬発力を発揮してたんですけれどもなんですけれどもゴール前で詰め寄られるっていうねルメル騎士が乗っててですよ。あれ見てあこの間 ちょっと調子を崩してるというか、もしかしたらもうだめかもなっていうふうに僕、思っちゃいました。これはまた気象的にもちょっと気難しいところがある馬なんで、なので、例えば前に目標を置くような、中段後方に控えて、それで刺すような競馬をすれば、いいところが出てくる可能性はあるんですけれども、なんですけれども、にしても前走は物足りなかったなっていうところがありますね。で 京都で重傷を使った時なんかはあれに関してはちょっと結構位置を取りに行って後位の方から競馬をしたから伸びきれなかったかなっていうところはあったんですけれどもどちらかというと極端な競馬の方が合うタイプなんでなのでもうちょい後方の方から競馬をした方が切れる足使えたかなっていうところはあったんですが、まあ、どうやら、あのー、どう乗ってもそこまで切れる足が使えないような馬になってきてるのかなっていうところがありますね。 ただ別にその手広くということでは高い評価してますんでなのでここのメンバーでこの中山コースですとそこまで切れ味を要求されるような条件相手関係でもないのでなので田辺騎手が乗りますし前走に逃げれたということでその思い切った競馬先行して早めに抜け出すような競馬ためるにしても他の馬たちが止まってくれるような展開になれば。 勝ち負けになってもおかしくはないのでっていうところなんですがただ一番人気するほどの馬では今のアストラエンブレムがそんな強い馬ではないのでなので田辺騎手に期待できるんでしたら展開に期待できるっていう人でしたら思い知るし本命にしてもいいかなっていうレベルかなっていうふうに思います本命はレイインンボーラインにしましまたちょっと他にも本命つけたい馬がいるんですけれども まあ馬の能力とコース適性それだけで考えるとこの馬が一番3着以内に来る可能性が高いかなっていうふうに思いました、まあ、ちょっと当たる気がしないレースでもありますんでなので迷って2等軸とかにしたところでそれでも当たるかどうかわかんないんでそれだったら1等軸というかレインボーラインの短腹腹勝が意外とついてるみたいなんでなので腹勝メインの短腹でいこうかなっていうふうに思ってますで この馬に関してはとにかく内田騎手と手が合うかどうかこれに尽きると思いますあのー、この馬はちょっと道中反応が悪いところとか不器用なところとかずぶいところを見せるときがあるんですよねなんですけれども直線で叩き合いとかになると結構根性のあるステイゴールドらしいいい根性をしてましてなのでその直線を向くまでそして追い出すまでそこまでの 過程どれだけうまく乗れるかどれだけ動かせるかっていうところになってくると思います。で内枠を引きましたんでこれがものすごく騎手にとってはありがたいというかやっぱりその前走に関してアーリントンカップに関しては外外を回ったんですけれどもやっぱり外を回っていい感じで進出するとなるとそうなってくると。 うまい具合に反応してくれるか思うように動いてくれるかそういったことによってその仕掛けのタイミングとかが難しくなってきますんでなので馬群の中、まあ、特にこのうちの方の枠になりましたんで道中はとりあえず左右内に入れた方がそうです、ね、手の合う合わないっていうのが影響しにくい乗り方ができるかなっていうところがあります。まあ、本当に、 そのめちゃくちゃスパンと切れるっていうわけではないんですけれども変にブレーキかけずにスムーズに回ってきてそれで直線の叩き合いに持ち込んで届く範囲でえ叩き合いに持ち込めればそうすればこの馬は強い馬ですしまあその直線の叩き合いでも内田騎手と手が合うかどうかはわからないんですけれどもなんですけれどもまあほに。 本命選ぶの悩んだんですけれどもレインボーラインにしましたっていう感じですね対抗はサーブルオールにしました中山向きという意味ではナンバーワンかなっていうふうに思いますね道中足を溜めてそれで一瞬のキレを生かすっていうタイプなんでまちょっとその気象的にふわっとするところがあるんですけれどもまだ現時点ではそこまで気象的に悪くなってないので今後気象的に悪くなるとは思うんですけれどもまだ 芝山紀州と手が合うかどうかともかく芝山紀州でも結構いい感じで動いてますんでなので変にロスのある競馬をして繊維喪失するとかそういったようなことがなければなるべくうちの方馬群の中に入れてそれで直線向くまで我慢するようなそういったような競馬ができれば構想はするんじゃないかなっていうふうに思います。中山がすすごいい合ううかなっていうところですね で3番手がス,トーミン C ストーミン C はですねこれはですね全然人気ないんですけれども結構いい馬ですよ追い切りの雰囲気とか見てて躍動感バネがある感じですねなんですけれどもちょっとまだ陣営がこの馬が強いということに気づいてないのかなっていうところがあって勝負かけてきてないところがありますよねなのでその。 今後この馬が調子を落とさないうちにいいところを見せる素質の良さを生かすためには陣営が勝負かける必要はあるかなっていうところはありますね。まあ、東京も悪くはないとは思うんですけれどもそのどちらかというと中山の方がスムーズに動かすことができた場合は乗りやすいかなっていうところがありますんでなのでちょっと今回。 もったいないかなっていうところはあるんですけれどもなんですけれどもそうですね能力的には全然勝ち負けしてもおかしくないレベルですんでなのでそのまあ全く能力を出し切れずにあらあらっていうふうにならないことを祈ってるっていうところですね。ボールライトニングボールライトニングはあの東京の方で重賞を勝ったんですけれども。 あれに関してはやっぱり東京コースみたいな競馬の質前目の方からなだれ込むような感じで押し,込め押し切れるようなそういったような競馬が合うタイプですのでなので中山に関してはですね悪くはないんですけれどもその乗り方というかタイミングがドンピシャではまるかどうかそういったところが焦点になってきます。 まあ本当にこの馬についてはその小足を使ってそれで直線ビュンって伸びるとかそういったようなタイプではなくてコーナーで勢いをつけて回ってそれで押し切るっていう競馬がありますしまあそういう競馬ができなくても例えば他の馬たちが早めに仕掛けて直線で止まるような展開そういったような展開ですとある程度貯めてもいいところはあるとは思うんですけれども基本的にはその自分で競馬を作って早めに強引にでも先頭に立つ勢いをつけて 回るみたいなそういったような競馬をしないといいところが出ないところがあるかなっていうふうに思います。変に溜めてブレーキをかけるような競馬になっちゃうと展開次第では全然っていう可能性もあるっていうタイプですね。本当ダイアメジャーの難しいところがもろに出てるタイプというか、まあ、それで僕は思っているのはこのタイプのダイアメジャーサンクって結構いるんですけれどもこういう似たようなタイプの。 その競馬が合うかどうかっていうところが焦点で多分距離が持つ持たないとかはあんまり関係ないと思うんですよ。スタミナとかはもしかしたらあるかもしれないんでなので極端に12004を使うかそれか思いっきり距離を伸ばして2400とか2500とかその辺の距離を使ってみるのも面白いかなっていう感じですマイルとか 2, ととかかになってくるとその乗り方が 難しくなってくるというか競馬の質が合わないことが結構増えてきますので安定して走るということに関しては極端な競馬を使った方が走りやすいのかなっていうところはありますね能力的には全然遜色ないんで能力を出し切れれば勝ち負けだと思いますダンツプリウスダンツプリウスも強い馬なんですよね中山で実際勝ってますしあのこの馬のいいところは並んで叩き合いでグイって出るところがあるということですね あとある程度小足が使えるということで競馬センスがいいですね。なんですけれどもその最近スムーズに回ってきてるところがあってその例えばコーナーの回り方でロスが出たりだとかあとはどっかでブレーキかけなきゃいけないだとかスムーズさを書いた時にそういった時に盛り返すだけのそういったような。 競馬ができるかそこは焦点だと思いますね今まではすごくスムーズにいってましたんで丸山騎手っていうのは結構当たりの柔らかい丁寧な騎手でしてそれであのー、スムーズに回るということに関しては結構うまいところがあるんですけれどもただ腕プしが強いというわけではないのでちょっとロスがあったりだとかそういった時に取り戻すだとかそういったことになってくると。 馬の根性に頼らなければいけないところ瞬発力に頼らなければいけないところがありますのでなので,そうですね今回また人気しますので前走なんかは人気してなかったので結構狙い目ではあったんですけど今回は人気してますのでなので人気してる時に飛びついて買うような条件ではないかなというところがあって今回に関してはレインしたぐらいに落としたというところです。もちろん強い馬ですし 本命でででももいいいんすすけれどもっていうところですね湘南ライズこの前祖ファルコンステークス使ったんですけれどもアメババってことあとは外外を回りすぎたっていうことで競馬にならなかったですねまあでも仕上がりは良かったですしちょっと今回は追い切り映像がないんで出来はどうかは分からないんですけれども引き続き出来さえ良ければ構想できる条件ではあるかなっていうふうに思います多分右回りも 調教の感じを見てても問題ないかなっていう感じですし、っていう感じですね。なのでこの外枠が克服でいかにうちの方に入れて足を貯めれるかっていうところですね。この馬はちょっと地味な見た目なんですけれども母系にライっていうシュポバが入ってましてそのライっていう馬は昔で言うと東京パーフェクト、NHK マイルとか出てましたよね。短距離で活躍した馬なんですけれども。 そのライが入っていていなかなか筋肉の質が良くていいバネしてるところがあるんですよね。まあそこまで大物っていう感じではないんですけれどもなんですけれどもこの中山コースとかでとにかく足を溜めて直線までいい感じで回ってこれればいいところはあるかなっていうふうに思ってます。ななのので足を溜められなけれけばこの馬は 金層もそうだったんですけれども、あらあらっていう感じになりますんで、とにかく足を貯められるかどうか、横山典弘騎手の立ち回りが重要になってくるかなっていうふうに思います。カープストリーマー、カープストリーマーは前走いい感じで勝ったんですけれども、ちょっとこの馬も大和メジャー3区で乗り方が難しいところがありますね。 結構ぽっかり空いたところから抜け出せたみたいなところがありましたんでなのでいかにコーナーでスムーズに回ってきて勢いつけて回れるかっていうことあとはその他の馬たちが止まるような展開になればある程度足を貯めてもいいところがあるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、前走のイメージですごいいい足を使うっていうふうにもうゼロからスパンと切れる足を使えるみたいなそういったようなイメージを持っちゃうと。 痛い目に合う可能性がありますんでなので要するに構想には条件がつきますよっていうタイプですねただその中山みたいにペースが流れるコースだとペースが向く可能性は結構ありますんでしかも岩田騎手が乗るということで OL 機騎手が乗るっていうのは大きいですしなので押さえては置きたいかなっていうところですねあのエクラミレネールモンスターキングキャプテンペリーの方は一回印をつけてペケしてあるんですがこれについては 絞るんでしたら泣く泣く消すっていう感じで基本的には手広くいけるんなら買いたいっていう感じですねまあ基本的にはレインボーラインの淡幅なんで関係ないんですけれども生まれんで遊ぶとしたらっていうことですねそれでエクラミレネイルはですね僕は前から注目してる素質馬なんですけれどもまあ大物っていうわけではないんですがなかなかいいところがある馬でしてこの馬についてはその。 右回り中山が悪いというわけではないんですけれどもちょっとコーナーで足を使っちゃうような感じになると直線でそのなんかフットワークがぎこちなくなっちゃって止まっちゃったりとかすることが結構あるタイプなんですよねなのでそのコーナーをスムーズに回ってそれで展開が向けば勝ち切ったりとかそういうことができるタイプではあるんですけれども基本的には コーナーであんまり足を使わされないような東京コースの方が乗りやすいところはあるかなっていう感じでそれで直線までうまく足がたまればじりじりとしぶとい足を使えるタイプではありますねまあどちらかというとそのオエール機種が乗った方が能力を出し切れるタイプでまだ本気で走らないところがあってギアを隠し持っているところはあるんですけれどもなんですけれどもまあ展開次第ではその機種の 手の合う合わないっていうのは関係ないタイプではありますんでなのでそうですね立ち回りと展開次第ではここでも上位に食い込んでくる可能性はあるかなっていうふうに思いますちょっとまだその日弱いところというか足先でちょこちょこと走るようなところもありますんでもっとスムーズに体を使えるようになったら良くなってくるかなっていうところはありますねモンスターキングあのモンスターキングも前走そのファルコンセックス使ったんですけども あの時っていうのは、内をついて、それで前が開かなくて競馬にならなかったっていう感じです。ちょっともたつきはしたんですけれども、なんですけれども、手応えはありましたし、このまは本当、なかなかの素質馬でして、ちょっとダートで勝ち上がってきたは、勝ち上がってきたんですけれども、芝でも多分大丈夫だと思,思います。ある程度走ると思います。浅草キングスですね。で、ただですね、 そのこの馬についても中山コースみたくコーナーから足を使わされることが多いようなそういったようなコースっていうのはあんまり合うとは言えないんですよねなので今回に関してはそのコーナーであんまり足を使わずに足をためながら回ってきてそれで直線を終えるようなそういったような競馬ができるかどうかそこだと思いますねどちらかというとそのコーナーであんまり足を使わないような東京コースとか 中京コースとかそういったようなコースの方が走りやすいのかなっていうところがあります右回り左回りがそこまで影響するタイプではないとは思うんですけれどもなんですけれどもやっぱりコースと競馬の質っていうのが焦点になってくるかなっていうところがあります芝についてはどちらかというとパンパンの量の方が走りやすいかなっていうところはありますねなかなかの出馬ですキャプテンペリーキャプテンペリーはですね 前は1200がベストの馬かなっていうふうに思ってたんですけれどもなんか今回の追い切りの雰囲気なんか見ててもいい感じで直線でいい脚力を発揮して伸びてたりもしてましたんでなので今のキャプテンペリーならマイルでも全然いい競馬ができるかなっていうところがあって、まあ、前,前走もマイルで勝ったんですけれども、まあ、ただその大物感がないのでこの馬としてすごい出来が良くて。 走りもも素晴らしいんですけれどもなんですけれどもこれだけメンバーが揃ってくるとうまく立ち回ってしかも機種がそのちょっとでも厳しい競馬になった時にそこをカバーできるかどうかそういったところが焦点となってきますんでなので思い印を打てないというか全然そのスムーズに回ってうまくいけば上位に組み込んでくる可能性はあるんですけれどもっていうところですね。 マディディ,マディディは前走ファルコンステークスで後方で置かれながらも直線大外から一気に足を使いました、まあ、他の馬たちが歩いて止まったっていうのもありますんで錯覚する部分もあるんですけれどもこの馬なんか左回りだと結構いい足を使いますねなので NHK マイル出れれば面白いところはあるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ただ足を使ったら 使ったは使ったでそのゴール前でぐいっと伸びるようなそういったようなタイプでもなさそうなのでなのでそうですね展開の助けもいるような追い込み場っていう感じですね右回りに関してはちょっとわからないですね走ってみないとパドックでの馬体保有からすると左回りの方が走りやすいのかなっていうタイプで左の後ろの脚力の方が強かったりしますんでなので左回りの方が素足ということに 関してはいい足が使えるんですけれども多分そうなんですけれども右回りに関してもその左の後ろが強いということはコーナーリングが比較的スムーズに回れる可能性がありますんでなのであのその左の後ろっていうのは右回りで走る時に舵を取る役というかその外側なんで蹴っ張ってどんどん回る時に加速する時に必要な足ですんでなので。 そういった意味でも左の後ろが強いということは右回りのコーナーリングで回りやすくなる可能性はあるのかなというところがありますのでそれがまた直線になってどれだけ足を使えるか右回りでは分からなくなってくるのでまあちょっと様子見の方がいいかなというふうには思うんですけれどもただ内枠を引きましたんで内面の方から足を貯めてあまりコーナーで外を回らないような競馬をできればそうすれば。 いいところある可能性はあるかな？というちょっとまあ,あの色々と思うところがあるので細かく言ったんですけれどもなんですけれども。まあちょっと今回は印まではつけられなかったなっていうところですね。ハレルヤボーイ、あのこの馬は中山で圧勝したことがあるんですよね。その時っていうのは他の馬たちが止まるような展開で、それで勢いつけて回れて完璧なレースができたっていうところはあるんです。けれどもなんですけれども。 そのペースが流れやすい右回りの中山コースっていうのはこのマにとっては条件として良くてそれで今回期待しようかなっていうふうに思ってたんですけども何か追い切りの動きを見てたらちょっとちょこちょこ走りが小さくなってきてるかなっていうところがあって出来が落ちてるんじゃないかなっていうところがあります、まあ、でもその展開が向いて自分の競馬ができれば掲示板以上あってもおかしくはないかなっていうふうには思うんですけれどもっていうところですね。 前奏に関してはちょっと中山でいいところがなかったんですけれども、あれに関してはちょっと変に馬群の中で足を溜めちゃって、このままブレーキかけてもあんまりいいところがないので、なので基本的にはそのスムーズに勢いつけて回ってきた方がいいかなっていうところがありますね。まあ、出来があんまり良くないんでっていう感じで今回はっていうところですね。ジュンザワールド。ジュンザワールドはダートまでですね、このまま。ダートの方が断然いいと思います。ちょっと芝は、 こなせないことはないのかもしれないんですけれども基本的にはそのピリッとした足は芝では使えないタイプかなというふうに場対面から思いますね双方でもそうなんですけれどもという感じですねマテラアリオンマテラアリオンは中教で一旦置かれてそこから豪快に差し切ったんですけれどもまあこの馬がすごい足を使ったというよりかは他の馬たちが止まったというところがありましたんでなので そこまですごい足があるっていうピリッとした切れる足があるっていうタイプでもないのかなっていうところがあります。ただその素質は悪くないですし、まあ C ランクと言ってもそこまで悪くない評価ですし、じりじりと足を使えるようなそういったようなタイプとは思いますので、なのでまあちょっと不器用なところはあるんで展開の助けがいるんですけれどもともドハマリした場合ですとなくはないかなというふうに思います。 ちょっとダートなんかも試してみてほしいなっていうタイプですね。マンハッタンカフェでしたかね。ちょ,ちょっと忘れたんですけれどもっていう感じですね。ダノン・スパーク。ダノン・スパークはミッキー・アイルの弟なんですけれども、ちょっと馬体とか結構似てるんですけれども、ミッキー・アイルがディープインパクトなのに対し、こっちはビクトア・アルピサなんですよね。なので、やっぱり、 その辺の辺差がが出てててるかなっっいうところがあってやっぱり瞬発力と俊敏性ということに関してはディープインパクトの方がいいので見極めるほどは俊敏性あとは瞬発力はないのかなっていうところはある感じですねただそのなかなかいい馬ではありますし全く足がないというわけでもないのでなのでそのうまく立ち回ってそれで他の馬たちが止まるような展開でしたら。 可能性としてはなくはないかなっていうふうに思ってます。C ランクですんで、そこまで悪い評価してるわけでもないですし、まあ、1008とかでも走れるかなっていう感じですね。2000でも走れるかもしれないですね。まあ、逃げたりだとか、主導権を握る,るような競馬をしたら面白いところはあるかなっていう感じですね。島根県住みます芸人というのをやっております、吉本興業の ABCD、e い湯加減というコミの東野滑郎と申します。毎週予想の動画ととそれと レース後に時間あったら反省の結果分析まがいのこともやってますのでよろしくお願いします。どうもすいません。